日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。スターバックスの新商品、オレンジマンゴーケーキ、バナナクリームドーナツ、ストロベリークリームドーナツ、チョコレートココアデニッシュ、もっちりバナナ&キャラメル、そしてスイートミルクコーヒーを飲みたいと思います。前回スイートミルク何だったかな。だけどそれ以上にスターバナナが来てくれたのが嬉しいですね。私は好きなので。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらオレンジとマンゴーのケーキから食べたいと思います。オレンジっぽさ見えるのがマンゴーと一緒になってるのかな。お、なんかジャリっていうことなんなのかな。ではいただきます。まあ、今回の新商品は相変わらずメロンはダメみたいだけどね。なので今回もメロンはパスで、その代わりスイートコーヒーを味合わせていただきますよ。前に飲んだミルクコーヒーよりも甘さが強くなっている気がしますね。やっぱりスイートと名前が入るだけのことはあるのでしょうか。で、バナナのまろやかな甘さやイチゴの甘酸っぱさとドーナツ生地のもっちりふっくらとした食感がよく合います。ケーキの生地はさっくりかな、しっとりかな、どっちとも取れるような、でも中途半端な感じではないです。デニッシュ生地はサクサクで、ここの苦味が合う。さらに、なんだろうな、相変わらずのもちもちボールもいます。それぞれの商品について詳細なレビューはこの後すぐに。ごちそうさまでした。最初に食べたオレンジマンゴーケーキは結構甘酸っぱさが強くてさっぱりとした味わいがありましたね。下のケーキ部分はなんかタルトに近い少しさっくりしたような、でもしっとりしている感じ。その次に食べたここチョコレートココアデニッシュ、サクッとしたデニッシュ生地が苦めのココアチョコココアとよく合っています。次に食べたのはバナナクリームドーナツですね。スターバックスのドーナツは甘さがかなり控えめなので、バナナの甘さはより引き立っていて美味しかったです。ストロベリークリームの甘酸っぱさも同じく引き立っていました。で、結構食べ応えがあるのもミスタードーナツのとはまた違った嬉しさがあります。ドーナツだけ、生地だけならミスよりスタバの方が私は好きです。で最後に食べたもっちボーン もう弾力のある生地とバナナの甘さが良かったです。キャラメルは何度か食べてるのでおなじみの安心する甘さです。で、最後に飲むそれのスイートミルクコーヒー、かなりスイートミルクというだけでかなり甘めの味付けになって、カフェオレオレよりもさらに甘いかな。でも最後にちょっと苦味が来るあたりはさすがスターバックスといったコーヒーですね。で、今回食べたのは、バナナドーナツが甘さを一番感じることができて、それでいて甘ったるすぎず食べやすくて美味しかったので、自分の中では一番のおすすめです。代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。